皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、事業を成功させるコツは、ノウハウ1割、思考が9割ということについてお話をしてみたいと思います。ですね、私はクライアントさんが いて、そしてコンサルタントなわけで、セッションとかを日々繰り返しているわけなんですけれども、その段においてですね、今日たまたまなんですけれども、今日5人お話をさせていただいてるんですけれども、そのうちのですね4人くらいかなが割と何でしょうかね、そのクライアントさんの思考、考え方がありますよね。でこの考え方によって、例えばうまくいくっていうことから遠ざかってしまうような、そういうような傾向がありましてですね、朝からずっとそれを修正してたんですよ。で修正っていうのはその本人気づいてないんですよ。だって本人はその思考で当たり前だと思ってるから。で私がそれを聞くと「なんでそうやって思うんですか?」とか結構不思議に思うことが多くて、でそれを朝からですね連続でこう。修正っていうか、要は考え方ですね。そう考えるよりもこう考えた方が近道だよねとか、うまくいく確率高いよねっていうことをお伝えするんですけれども、それを言うにつけて一つ気づいたことがあるんですよ。それが「あ、なるほど」って言って、その方たちは当然それがご自身の思考から出ているもので、そういう考えを持ちますよね。で私は私の違う観点からそうじゃない方がきっとうまくいくよねっていうのが見えるわけですよね。でアドバイスすると当然そのクライアントさんもはっとその時気がついて「あ、わかりました、そういうことなんですね、あ、じゃあ早速そうやってみます」みたいな話になることを考えると、例えば私が例えばうまくいっているという状態だったとします。でクライアントさん今の状態が例えばもっと頑張りたい、もっと伸ばしたいっていうその過渡期にいる場合だったりすると、私の方がそれを乗り越えてきているっていうか、経験値の問題でですねできているケースが高いのは、私自身がもちろんそういう思考で考えるっていうこともあったし、あとはそういった考え方をする人たちと一緒にお仕事をしてきたりとか、そういう方たちの思考を間近で見ていて、でそれを取り入れながらやってきてるからっていうのを今日気づいたんですよ。ですからその観点からですね、今日はちょっと私が今日気づいたっていうことで、ノウハウ1割思考が9割っていう成功のコツですね、このことについてちょっと語ってみたいというふうに思います。まずですね、今日に限ったことではないんですが、ある一つの現象が例えば起きたとしてですね、でそれをいわゆるチャンスと捉えるかピンチと捉えるかっていう考え方によって、その後の行動と活動が変わりますよね。だから私はもちろんピンチっていうかって思うこととか起こりますよ、それは人間なので。だけれども例えばその時に、思考を変えるとですね、あ、こういう方向からやればいいかもっていう、新たなチャンスとか新たな活路を見出すことが思考によって行うことができるんですね。要は単なるネガティブにそれを捉えるのではなくて、今その事象と状況が現れてるっていうことは、このように対処すればもっとこういう人たちもたくさん救えるかもしれないとか、そういうふうに発想を転換すると、いきなりパッと道が開けるっていうか、ビジネスの幅が広がるっていうか、そういうことになったりするので、一見例えば失敗とかうまくいかなさそうなものに見えることがあったとしても、それは捉え方と考え方を変えただけですごくうまくいくヒントに変わったりとかするんですよね。それをうまくいくヒントに変えられないタイプの人っていうのは、ああ大変なこと起こっちゃってどうしようとか考えてみたりとか、じゃあそれはどうしたらいいんだろうっていうふうにこうぐるぐると悩んで落ち込んでしまったりとかになるんですけれども、まあ、今日お話をねした方たちにも言ったんですけれども、もう私の中ではその状況と話を聞いただけでですね、答えが見えているっていうか、だからそもそもその立ち止まってるその状況で考えてることがナンセンス、無意味なんですよ。無意味っていうのは要は考えてはいけないって言ってるのではなくて、そこに考えることで停滞して止まってしまうっていうほどの内容ではないということなんです。瞬時に判断できるんですよ、私の場合には。例えばある A という事象が起こって、じゃあそれを解決するために答えが B か C しかないですっていう、そうした時にじゃあ B を選ぶのか C を選ぶのか、 B を選んだら B を選ぶためにやらなくちゃいけないことっていうのが出てくるから、ここでこうぐるぐる停滞するっていうことはほぼほぼないんですよね。それがおそらく速度を速く処理していくっていうか、解決していく思考なんだなっていうのが、逆にそうじゃない考え方の人たちと触れて話をすることで気づいてもらってっていうことを自分がアドバイスすることによって自分が気づくみたいな、そんな感じだったんですよ。でヒントをね差し上げてます。そこでそんなふうに考えるのではなく、この切り口から考えてみたらこういうふうに広がるよねっていうお話を例えばして、ご本人が「はあ」って気づいて「そうですね」っていうふうになって動くっていうことになると、まず、どんなことが起こるかというと、停滞している思考がクリアになりますよね。私がこういう方向で行ったらどうですかっていうことで。でクリアになるっていうことはそのに行動できるようになりますね。でその行動できる方向性もうまくいく確率が高い方向性を示すことがお話によってねできますよね。でその2だから成功確率が高い方の道を見せてあげることができる。で3、その行動の道が見えたっていうことはあとは行動するだけなので、うまくいく確率が高い方向性を私はお伝えしているので、行動すればそのように結果が変わっていくっていうことなんですね。ということはやはり私自身の職業っていうこともそうなんですけど、クライアントさんの鏡になるっていう言葉もお伝えしてるんですが、その方が状況を私に説明することによって、私にとって違和感のある行動とか言動ないしは発言をしているケースがあると、私はそれを止めてなんでそういうふうに考えたのか教えてほしいっていうことを言うとですね、大抵ご自身の考えなので「なんで?」っていう感じで少し不思議そうな顔をされるケースが多いんですよね。でも私からするとその逆に思考があるからうまくいかないっていうのが話で見えてしまうんですよね。で本人は気づいてないです。でそう考えましたっていうのを聞くと、その考え方でいくと、要は全てが別にうまくいかないって言ってるわけじゃないんですけれども、こういうふうに話が流れていっちゃう可能性がありますと。でもその時に立ち止まってこちらの方向に行けるようなヒントとアイデアですね、それを渡すと、あ、そういう視点で動けばいいんですねっていうのが見えて動けるようになる。やはりその道と活路を渡すのが、私の役割なんだろうなっていうふうに思うんですよね。でなぜそれができるのかっていうと、多分見ている視点と観点がそこの葛藤の中にいる方と違う視点から私が見るので、それによって違う解決策をお伝えすることができる。だからソリューションというか、コンサルティングですね、それになっていくんだろうなというふうに思って、今日は特に連続でそういう方たちが続いたんでそれをお伝えしてるんですけどね。だからそのヒントが見えて行動できるとうまくいくじゃないですか。うまくいくってことは当然結果が出ますよね。ということは今日に限ったことではないんですけど、ノウハウっていうのはいろいろありますよね。例えば集客っていう切り口とかで言うと、ツールを何のツールを使うのかっていうことで、今一般的には例えば SNS のツールだとインスタグラムとか Facebook 使いましょうとか YouTube を使いましょうとか、そのツールの集客方法のノウハウっていうのはいろいろたくさんありますし、私なりきのツールの使い方っていうのも当然皆さんにお伝えしているわけですよね。でもそれはノウハウ、要は何をどうすればこうなったよみたいなノウハウの領域になるので、その思考法とはまたちょっと違う部分になりますね。さっきのようにその何か一つの事象が停滞している時にどう考えてどう行動するか、しかもそれがうまくいき、お金を稼げる方向に生かせるという観点から考える時ってノウハウレベルのものじゃなくなってくるんですよね。ノウハウレベルじゃないということは、その方のバックグラウンドとかその方の得意なこと、性格、事業をやっている事業環境、あとライバル、競合他社との状況、あとどういった方をクライアントさんに選んでるのか、その環境が全部ひっくるめた状態でですね、いい道が見えてくるっていうことなんですよね。だから自分だとやっぱり分かりにくいんだろうなっていうのが今日お話ししててよく分かりました。はい、となるとですね、ノウハウはかなり極端に言いましたけどね、1割とか言って、でも思考法が9割の部分を占めるなっていうのは感じたんです。なぜならばその思考を私が、アドバイスとして授けなければその方向では動かないわけですよね。そうするといくらノウハウ知ってても動けないということになってしまうと、結局結果が出ないですよね。結果が出ない、結果が出ないんですよ。はい、だから分かりやすいのが、例えば、私は制約の話とかもよくするんですけれども、体験会で制約が出にくい方っていうのは、大会お客様との質問応酬話法とか、あとコミュニケーションに本人が気づかないところでお客様を遠ざけてしまう喋り方ないしは内容ですねを持っている可能性が高いんですよ。これはあんまりしょっちゅうやるわけじゃないんですけど、ロールプレイングとかやったりするんですよ、たまに。お客様、じゃあ今日うまく決まりませんでしたっていう時に、どういうふうにお客様と受け答えをしたのか、全く同じ言葉でお客様を擁護するわけでもなく、お客様に入れ込みすぎるわけでもなく、自分を課題に見せることもなく、言われた言葉そのまんまを全部教えてっていうふうに言って聞くと、大概お客様が断りたくなる、また逃げたくなるようなポイントが何個か隠れてたりとかしてますね。でそれは本人が気づかないからそういうことになっちゃう。で引いた目で見るとポイント5つあったって言って、今の話を聞いて、この時にきっとお客様はこう思ったはずっていう、なぜならばっていうのを言うと、あ、そう思わせたかもしれませんとかっていうので後で気づくケースがあるんですね。ですからこれはもうノウハウレベルの問題じゃなくてですね、コミュニケーションとか人の心をどう読むかっていうところのスキルになってくるので、これがあまりうまくない先生の傾向っていうのは、これも大体どういう感じの方かっていうのは私分かってるんですけど、どういう方の方かっていうと、大体ですね、事業を起こして10年以上ですね、割と長めです。で初期の頃から当然教室をやっていたりとかするので、当時はですね、教室が少なかった時代とかだとですね、教室がそこにあるというだけでお客様、生徒さんが来るという状況に慣れちゃってる先生が多い年代なんですよね。そうするとそんな体験会とか、何か集めた会とかで、説明とか何もしなくても普通に申し込みが問い合わせフォームからポコポコ入っている時代を経験している方は、お客様の気持ちとか、ちょっと言葉はね悪いですけど、気持ちとかを特に考えたり、その人はどういうふうに思ってるだろう、どういうサービスが喜ぶんだろうということを考えずにいても普通に申し込みが入ってしまう状況で暮らしてきてる方たちが多い年代なんですよ。そうすると改めてその方たちが囲まれている状況というのはどういう状況になるかっていうと、後からの次世代の人たちっていうのはもともと誰か先生たちがいらっしゃるところの時代に後から生まれて後から参入してるので、当然調査しますよね。で調査もするし、あとどうすれば自分の教室に来てもらえるか、どうすればお客様が喜ぶのかっていうことを考えながら授業をやってる先生とか割と伸びてるんですよね。なんで10年やってる先生が全部ダメって言ってるんじゃないですよ。そうではなく、その来るのが当たり前で努力しなくても大丈夫だった時代に生きちゃってる先生が結構多いと、お客様のことを考えなくてもですねうまくいっちゃってたんです。ということはその売り上げが落ちてくる、ないしは新規のお客様が減ってくる時に実際に説明をしたとしても思いが至らないケースが多いんですね。そうすると結局決まっていかない、決まらないからまた落ち込むみたいな、そのスパイラルにどんどん入っていく。でなぜ決まらないのかっていうと、そんなことを考えなくても、大丈夫な状況でずっと暮らしてきているからです。だから、極端な話、例えば、そうだな、貴族のお姫様がですね普段から宮司の人がですねご飯を目の前に出されるのが当たり前でっていう生活をずっとしていて、で突然街中に放り出されて庶民の生活って言った時にコンビニとかで食物を買うとかいう経験がなかったら、お腹が空いたらご飯が出てくるみたいな、そういう生活が当たり前だったら果たしてどうしたらいいのわからないですよね。そのレベルっていうことです。要はわからないっていうのが正しい言い方だと思います。だから集客もうまくいきにくいし、制約もうまくいきにくい傾向があるんですよね。なのでそもそも生徒さんが長く続いてきてるっていうことに対しては教室にはもともと魅力があったっていう反面と、時代が後押ししてたって反面と両方あるので、その時代の後押しがなくなっちゃった時に、自分の魅力ブラッシュアップとお客様をきちんと見るっていうことをしてこなかった教室がただいま苦戦中っていうのは、いろいろとインタビューをしていて感じるところです。ということはお客様にとっていいサービスは何なのか、どういうものを提供したら皆さんが喜んでくれるんだろうとか、これも思考の一個になりますよね。だから思考で動いていくっていうのは結構現場主義で生々しい話になるので、ノウハウはあってもそのまんま全てが応用できるわけではないんですよね。なのでそれを考えるにつけて思うのが、ノウハウも大事なんですけど、それよりもそのノウハウを使って動く手前のところの行動を左右する思考ですね。やっぱここが肝になってくるなっていうのは今日話をしてて思いました。皆さんにとってこう考えたらいいんじゃないでしょうかっていう話をした段階ですでにもう道が全然違ってきちゃうんですよね。でその方がしかもうまくいく確率が高くて、うまくいくっていうのは稼ぎやすい状態を作ることができるですね。なのでその思考が変わらないとノウハウがいくら積み上がっても全くうまくいかないっていうケースがあるのも逆に分かりました。要はその方が一人で考えて一人で悶々としてたら多分うまくいかないんですよね。新しい打開策とかがないと。なので私の場合にはかなり柔軟にそれは多方面から考えることができるっていうのはそれだけたくさんの事業経験をしているし、たくさんの人と会ってるし、たくさんの成功をしている人たちと話をしているので、その方たちがある現象をどう捉えるのかっていう思考に私は非常に興味があって、そういった話をよく聞いていたので、あそういうふうに考えるのかって思ったら、自分もそういうふうに考えて行動する、それの繰り返しで10年近くやってきてるわけなんですよ。だからそこが変わらないとですね、ノウハウいくら積み上げても多分うまくいかないなっていうのを今日さらに確信してしまいました。だからなんとかかんとかでうまくいく方法とかね、いろいろ出てますけれども、それがノウハウによった部分はもちろん知らないよりは知ってた方がいいです。だけれどもそれを知ったところで使う人の方のマインドが整ってないと、思考が整ってないと行動に移らないので、そのブロックが本人が気づかないところで案外強くて多いなっていうのと、考え方そもそも間違っちゃってるよっていう、人間性の否定ではなく、ビジネス上での考え方ですね。それを変えるだけで変わるんだっていうのが、今日ねたまたまなんですけど連続でそういう方たちとのお話が続いたので思った次第です。ですからもちろん学ぶべきノウハウは大事なんですけれども、考え方ですね。これは私はコンサルタントなんで、当然私のクライアントさんにアドバイスするんですけども、コンサルタントをつけていない人とかでもですね、うまくいってる人がどう考えるのかっていうのを、うまくいってる人と話せたりとか喋れる機会作った方がいいですよ。それが例えば何かのセミナーとか講演会に行って懇親会とかあったら隣に座るとか、そういうのでも構わないので、その方の頭の中を覗くみたいな。そうすると自分が持ってないものを持ってる可能性が高いです。その方がものすごくちゃんとうまくビジネスが回ってるとしたら、そのポイントはどこにあるのかっていうのを考えながら話を聞くと、非常に興味深かったり面白い話を聞くことができると思います。私自身も今までそうしてきて、いろんな方とお話をしてきてるんですけど、上手にいってるうまくいってる人と、特に自分の中で参考になったのはやはり時間の使い方の考え方ですね。はい、細切れの時間の使い方とか、あとはそもそも事業をどう組んでいくのかっていうとこの大まかな流れの組み方とか、あと私はもともと営業だったので。1つの動きで3つぐらいの成果出せないかなっていうのを考えながら動いていたので、その辺りとかも自分の考えの中でミックスしながら動いているという、そんな感じです。はい、ということで本日のまとめ、事業を成功させるコツはノウハウも大事だけれども思考の方がさらに大事、その思考を整えるためにうまくいっている人の話をたくさん聞きましょうっていう、これが本日の結論です。はい、以上、ぜひ参考にしてみてください。それでは。